仕事なし彼女なしの陽雲と、定職なしシングルマザーのさくら、とことん冴えない2人がある日突然先生と生徒に。というわけで今日から君に韓国語を教えてもらう。無理無理無理です。韓国語ができるスタッフがいなくて困ってるんだよね。先生は土日は授業がないんですね。教えてくれませんか。個人的に。個人的に。私にはこの子しかいないから。전그렇지만그사람은그렇지않아요。さくら、しゅうちゃん、許してくれ。僕何の役にも立ってませんでした。たとえつかぬ間の恋だとしても君を忘れない。授業じゃなくても僕と会ってくれますか。いきなり先生になった僕が彼女に恋をした。